おはようございます。しおんくんは4回目の譲渡会の前日になります。あんずちゃんやちゃこちゃんはまあ通常ということですが、あんずちゃんのとこのケージをですね、これは多分しおんくんかあんずちゃんが、ここを引っ張ってですね、遊んでこうやって剥がしちゃったんですが、こっちに関してトイレのとこ1階ですね、これは目隠しなしでもいいかなとちょっと思います。多分落ち着いてトイレができるかどうかということでは、このちゃこちゃんを見る限りですね、全然大丈夫そうな感じです。問題はこの2階のこの目隠しですね。ここに関してはちゃこちゃんのベッドを、いたずらでこう引っ張ってですね、しまうので、もうしばらく、興味をなくすまでですね、こういうことをするわけですよね。これをね、置いとこうかなと。ということでこれはちょっともうすぐにも外しましょう。はい、はい、よく見えるようになった。いいですね。じゃあ、今ちゃこちゃんのケージの中は掃除しましたので、次ここ掃除するにあたり外出して大丈夫かな、もう少し片付いたらかな、大丈夫、最近しおんくんは、外に出ても、以前のようにですね、物をこう壊すような、走ったり暴れたりはなくなってきたので、元気は元気ですけどね、ものすごい厳重な、警戒体制というのは敷かなくなりました。じゃあ出すよ。はい、いってらっしゃい。はい、あんずちゃんはまだね、少しなでなでできるようになったけど、もうちょっと慣れたらね。あ、そんなないの。あそこはね、今入ってるところだから。ゴミだから。慣れてると二人同時に撫でるの辛いんですけど、もうちょっと近寄りませんか。ケン君こっち来る。あ、ここいで、ここここいで、はい、あいで、あいで。
このチェックのブランケットは結構気に入りだね。はい、遊びますか。はい、今度上に行きましょう。はい。じゃあ上行かないの？あ、絡まっちゃった。はい、ちょっと。はい、おじさん。はい、はい、来た来た。あ、来たのに、シオンくんで見えなかったよ。はい、今度はチャコちゃん。はいはいはい。はい、今度は下下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 。あ、しおんくんね、見えなかったよ。くれくれになってる。アンジちゃんもチャコちゃんもですね、ケージの中でなでなでさせてもらえるとですね、外で遊べますよ。どうですか？
どんな感じですか。抱っこなんかできたらですね、外でしばらく遊びの時間を設けますけど、いかがですか。なんで触れるようになると外に出られるのかはよくわかんないでしょ。それはちょっと理屈ではわかんないと思うんだけど、漏れなくそうなってますので、いかがでしょうか。終了。急に終了。そしてしおんくんなでなでタイム。疲れなかった？結構ハーハー言ってんじゃん。ちゃこちゃんはすんなり終了を受け入れるんだね。